父ちゃんです。ということで、今日はですね、また皆さんにちょっと一つニュースというかね、ご報告、嬉しい報告がございますので、それについてのお話をしようかなというふうに思いますと、何かというとですね、19年の SS ですね、来期から来年の春夏からですね、また一つ新しく新規お取り扱いの決まったブランドがございますので、そちらのブランドの方紹介をしていきたいなと思いますと、どのブランドかというとですね、勇気橋本というブランドですね。皆さんご存知ですかね。もしご存知でしたら、やりますねと、恐れ入りましたと、僕は思いますけども、勇気橋本というような名前のブランドですね。勇気橋本で、このブランドはですね、19年の SS スタート、19年の SS デビューのブランドなので、つまりはハウで僕のお店ではデビューシーズンからスタートからこう取り扱いをスタートさせることができるっていうような、もうそういう状況ですね。よかった、ありがてえっていう感じなんですけどもね。で、まあ勇気橋本ってどういうブランドかというと、ですね、デザイナーは橋本勇気さんという、日本人の方でですね、アントワープの王立芸術アカデミーですか、名門ですよ、名門をの一応学士の課程を卒業されてから終えてから、クリス・パーシュですとかマルジェラとかラフシモンズで、経験を積まれた後にもう一回修士課程としてこうもう一回学校アントワープのとこにアカデミーに戻って卒業されて、で今回デビューという形で、ブランド立ち上げという形でなったと、そのような流れですよね。はい、そのような流れでございます。なので本当にね、そうそうたるブランドで経験をされてるので、経験を積まれてるので、やっぱりですね、もの僕も実際に見させていただいたんですけどもね、よかったね、かっちょいい、かっこよかった。もうやっぱり写真で見てもおーっと思ってたんですけど、実際に見てね、実際に着てみるとやはりいいなーと、ええー、なーって思うものばかりで、実はの話、僕も個人オーダーをしてしまいました。自分で着るようにね、自分に着る用のシャツと、T シャツを、自分のものを個人オーダーしてしまうくらいかっちょよくてですね、良かったなと、このタイミングで始められて本当に良かったなというふうに、思っているんですよね。で、どのようなね、いきさつでこのような、お取引にまでこぎつけたかと、やっぱりどのブランドにもそのブランドとのそういうエピソードがありますから、今回も例に漏れずね、そういうちょっとエピソードがありますので、それもお話ししとくとですね、僕がその勇気橋本というブランド自体をこう見つけたというか知ったのは、インスタのですね、ファッションスナップの、ポストを見て、知ったんですよ。で、そこには、その勇気橋本が 19SS からデビューみたいな、ラフシモンズメゾンマルジェラで経験を積んだデザイナーみたいな、なんかそういうような内容のことが書かれてて、なんかその展示会の時に、多分展示会場で撮られた写真なのかな、はい、なんか皆さんも探せばあると思いますんで、それを見て、でおっと思って、常に僕もこうウォッチングしてアンテナ張ってるので、おっと思ったんで、ちょっとその勇気橋本のですね、公式のインスタのアカウントもそこに確かタグ付けされてたんで、そこから飛んでこう見てたら、おっ、これは結構かっこいいなとかちょっとこう思ってですね、こうやって過去のそういう作品とかも含めて、ルックとかも含めてこう見てたら、おっ、これ結構かっこいいなと思って、おっと思っててですね、で、そのままこうやってもうちょっとこう調べてたら、なんとですね、残念なことに僕がそのおっとこう気づいたそのタイミングでは、展示会のシーズンがもうちょっと終わってたんですよね。日程終わってた、ああ一歩遅かったじゃねえかと思ったんだけど、だけどもここで終わらないのがね、私なんですよ。でもね、ダメ元でインスタの DM を通じてちょっとメッセージ送ってみたんですよ。もうダメ元で、すいませんと、展示会の突然の連絡すいませんと、展示会のシーズン、日程はもう終わってるっていうのは承知の上なんですけども、
商品を見させていただく機会をいただけませんかと、なんかそういうダメ元でちょっとこう連絡をさせていただいたらですね、なんとありがたいことに、レスポンスいただきまして、でもうあれよあれよと、多分その連絡、最初にこう連絡を取ってから5日も経ってないかもしれない、5日も経ってないくらいでも、見させていただくもう機会をいただいて、しかも実際に商品を見るっていうところまで、多分もう5日もかかってないかもしれない、そういうくらいのスピード感で、なんか話が進んでですね。で、そうですね、見させていただいて、で、今回、ぜひお取り組みさせていただきたいということで、私の方も頑張りますということで、お取引が決まりました。いやー、よかったね。まあ、ちょっとやっぱ話変わりますけど、やっぱね、なんていうかな、それが、それ、これこそがやっぱ僕はバイヤーだと思うんですよ。バイヤー。なんかその、なんていうかな、このブランドが来ると思いますって、こう、口で言うだけだったら、それは誰でもできるんですよね。これ来ますよとか、これ来てますねとか、口で言うだけだったらやっぱ簡単で、これが来てますねっていう情報を受けた上で、やっぱこうアクションして、そのビジネスにつなげていくっていうところ、なんかやっぱそこがやっぱバイヤーの腕の見せ所じゃないですか、そのスピード感とね。まあ、それは大事だと思うし、僕も大事にしていきたいなと思いますね、やっぱり。だからまあある程度やっぱリスクも取って、まあ正直ね、19年 SS スタートのブランドなんで、今じゃあ売れてるのかとか全く分かんない、情報なんかあるわけないですよね、デビューしてないんだから。でもそれをこう物を見て、そして実際に先方とこう話してみてとか、なんかそういうのを含めてよしと、自分の目を信じてこうアクションして突き進めるかどうかっていうのは、僕はすごい大事だなと思いますので、こういうのも今後どんどんしていきたいなと思いますよね、やっぱり目利きとして。はい。なんか、なので、やっぱりいけると僕は信じていますし、いけると思うので、期待しておいていただければなというふうに思いますし、やっぱりまあこういうふうにね、ご縁いただきましたからには、まあやっぱり頑張ってそのブランドに貢献できるようなお店になりたいですよね、やっぱり。ああ、やっぱ松本さんのお店があってよかったですねってこう言ってもらえるような、なんか僕もそういうふうに、こう貢献したいというふうに思いますので、頑張ってね、前のめりにやっていきたいなというふうに思っておりますと。まあちなみにね、ちなみに、最後に補足で言っておくとですね、僕がこういった YouTube で動画を上げてるとかいうことは、もうちょっと先方には結城橋本さん含め、そのブランド側にはバレているので 僕が言ったわけじゃないですよ、僕が言ったわけじゃないんですけども まあなんか多分、なんていうかな、クードスのね、デザイナーの、工藤さんとかとも仲いいっておっしゃってたので、同じアントワープだから、まあその辺からこう伝わったのかちょっと分かんないですけども、もうバレてて、しかもご理解いただいてるので、ありがたいことに僕のこういう活動は、なのでブランドのことを紹介していただいて全然構わないと、そこに理解を示していただいてるので、もう僕も本当に気兼ねなくね、活動できると、いうことで、もう土俵は整ったというかね、なんかそういう感じもしてますので、本当に19年 SS から皆さん楽しみにしていてください。めちゃくちゃいいと思います、僕は。もう来ると思いますし、なんならもう俺がこ俺がもう俺がや俺が来させてやる来させてやるくらいの勢いで、ハンドリングして、熱量たっぷりね、ハンドリングしていきたいなというふうに思いますので、概要欄の方にですね、インスタのアカウント、公式の結城橋本のインスタのアカウントを貼っておきますので、ぜひチェックしてください。必ずマストチェックしておいていただければなと。そして楽しみにしておいてください。バッドデイキャンプという、そういうちょっとなんていうかな、晴れた日のキャンプみたいなの、そういうなんかレジャー感と全く逆の、ちょっとこうなんか、バッドデイキャンプっていうね、なんかそういうちょっと
なんていうか怪しい雰囲気も漂いつつ、ちょっと大人っぽい雰囲気も漂いつつ、なんかそういうちょっとグロッシーな感じの、艶っぽいコレクションになっておりますんで、特に注目はフロントバックシャツかな、バックフロントか、後ろ前が逆になってるかのようなデザインのシャツがあるんですけども、それが非常に僕はおすすめで、まあ、個人オーダーしたのもそのシャツなんですけどもね。あとバッドデイキャンプって書いてあるロゴティー、それは僕も個人オーダーしましたので、まあ全体的に、見ていただいて 19SS に備えてください。皆さん予習しておいてくださいということで、以上です。ではまた。